義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、ハイサイ、ハイタイ。さあ、今週も始まりましたけども、カチャーシー講座で、ゲストで来ていただいております、はい、タワグスクリュービンクスエミの会の方、はい、夏美先生でございます今日よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、沖縄に来たら見るべき琉球舞踊ベスト5。イエイ。まあ、琉球舞踊とは何ぞやってね、感じの人もいると思いますけども、まあ、その沖縄、県、昔、まあ、その琉球王国でしたね、沖縄県になるまでは、その琉球王国という一つの国だったんですけど、まあ、その時から、まあ、受け継がれている踊りがたくさん残ってます。それをね、琉球舞踊と言ったりしますが、まあ、実際その琉球舞踊を習われている夏美さん、はい、そして、まあ、三線を弾いて、その、踊りを踊ってもらってる、自方っていうんですか、自由体。自由体をしてる、まあ、義母和也、私、まあ、義母先生の、まあ、好きなというか、県外から来た皆さんにぜひ見てほしい。これはこういう踊りで、こういう素晴らしいところがあるんですよ、みたいなのを、まあ、知ってね、沖縄に行くのと、知らないで行くのって全然違うじゃないですか。だから、そんな感じで、まあ、ぜひね、沖縄の踊り、素晴らしい踊りたくさんありますんで、もうその辺も、夏美先生にいろいろお話聞きながら、まあ、お互いのベスト5、紹介していきたいなと、はい、思ってます。さあ、もういきなりですけど、はい、そのおすすめのベスト5を紹介してもらうんですけども、うん、なんか子供の頃からやられてますよね。そうですね、本当にちっちゃい時からいろんな曲を踊ってきましたね。うん、はい。まあ、ゆえにね、夏美先生の、このやっぱ見てほしい、はい、琉球舞踊ってたくさんあると思うし、いろんな思い出がある踊りもたくさんあると思うんで、うん、経験とか、はい、エピソードとか、もしあれば、そういうのもね、はい、合わせながら聞いていきたいと思いますが、はい、じゃあ、まあ、いきなり行っちゃいましょう。義母先生からですね、まずベスト5発表したいと思います。はい。タララ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 、はい、タンチャメ、これはですね、まあ、恩納村、沖縄県の北部ですね、北部の恩納村という市町村があるんですけども、恩納村のタンチャという地域、これまた難しいね、谷にお茶と書いてタンチャ、タンチャの浜、海があって、まあ、そこの海で魚取りをして、男性が釣ってきた魚を、まあ、女性がね、売りに行くみたいな、その漁師、町の風景、漁師村の風景を描いた踊りですよね。那覇空港のモノレールの駅メロにもなってます。タン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 、ネクステーションイズ、那覇、みたいな感じで流れてますんで、はい、まあ、非常にこうメジャー、沖縄ではもうね、知らない人いないっていうぐらい有名なやつで、非常にこう軽快なリズムで面白い琉球舞踊の一つなんで、タンチャメ、ぜひね、見る機会あったら見てみてください。ということで、はい、夏美先生、夏美先生のベスト5、はい、ズバリ。私のベスト5、5位は、うん、来島くずっちです。来島くずっちは八重山の沖縄県の本島ではなくて、さらに、ね、八重山の、そうそう、南の方、私も八重山よ。あ、そうですね、石垣出身の和也さんで、石垣島からまたちょっと離れて黒島っていう島があるんですけど、ありますね、ハートアイランドとも言われてます。ハートの形としたちっちゃい島なんですけどね、うん、そこの踊りです。うん、でこの踊りは私が好きなポイントは、この三線を、大体琉球舞踊はこう三線を弾く人が地方が歌を歌うんですけど、はい、歌三線をするんですけど、この踊りは踊り手立ち方が歌う、もう立ち方が歌っていいですよっていうところがあるんですよ。ありますよ、ね、なるほど。普通はね、なんかお囃子、フェイシでちょっと、はい、三線、ね、そうそうそう、三線の人と掛け合いというかする感じなんですけど、これはもう立ち方がどうぞここ歌ってくださいってところがあるので、あります。私歌が結構好きなので、なるほど、そこも含めて、いや、いいやー、そうそう、歌かなり言うんです。踊り手さんが歌うって珍しいのに、それだけで見てる人もおってなるから、まあ、まさにベスト5にランクインしていい曲です。さあ、じゃあ4位いきましょうか。はい、第4位、ダブーじゃん、四つ竹。おお、いいですね、ウェルカムなダンスですねぶっちゃけその夏美先生から言っても、四つ竹はいろんな思い入れというか、思い出もあると思いますけど、はい、四つ竹とは何ぞや。えっ、ー、と
さっきもお話があったみたいに琉球国だった時代にこう中国から来るお客様をおもてなしするときにやっぱりよく踊れられた踊りって言いますよね。琉球古典曲ですね、曲もね、あのね、衣装も紅型衣装っていう伝統的なこの着物をつけて、で、被りますよね。花笠ですね。花笠。非常にこう、南国、ザ・南国という感じの、まあ、衣装が美しいし、もちろん踊りもね。可憐で、竹もね、持って踊るので、音もこう、立ち方がこう、鳴らしながら。その4つ、竹を持ってカチカチと鳴らしながら、踊るので、まあ、4つ竹と言われております。観光できてる方も見る機会、この曲結構、もう一番多いんじゃないかなっていうぐらいのところでやってますんで、まあ、見たことない方、見たことある方もぜひね、そういうのに気をつけて、注意して見てみてください。はい、よさ。はい、では続きまして私の第4位です。じゃん、かなよー。よいしょ。かなよはですね、私は、ちょうど3年前に、うん、琉球新報新聞社が、沖縄の新聞社が主催する、芸能、古典芸能コンクールがあるんですけども。あるんですよ。はい。で、そこで、最高賞を、受賞したんですけど、カルピコンクールすごいですね、最高賞。はい。その時の、いろいろ男踊り、女踊り、で、象踊りっていう、部門が、部門というか、象踊り、象踊り、があるんですけど、その中の課題曲でした。私も本番で、ね、踊ったんですけど、最高賞。はい、もうたくさん練習もしましたし、やっぱりこの踊りっていうのがこう愛しい人を思って、このティーサージっていう手ぬぐいをこう用意したりとか、愛しい人へっていうような思いもある踊りなので、やっぱりこう感情を表すとかっていうのがすごく難しい、なんか色っぽさというかっていうのも、先生、この私の師匠から思いをこう形にするというか、難しいね。そう、表情もだし、踊るだけでも難しいやつなのさ。そうそうそう、さらにこう感情を入れないといけないってことですよね。思い出のある第4位かなよです。かなよ、はい。さあ、じゃあ3位いこうかな。はい、私からいきます。3位、ダン、ハトマブシ。おぉ、ハトマブシ。これもさっきのその黒島九条の近くの八重山諸島のハトマ島というちっちゃい島、本当にハトマ島ちっちゃい、行ったことありますか？ハトマ島って人口40人ぐらいなのよ。ねえ。もう一クラスね。はいはいはい。まあ、そんな島ですが、その素晴らしい歌、そしてミュージシャンもたくさん出てる島で、その鳩間島の途中一歩目の歌、鳩間節。で、この曲はもともとスローテンポの、クラシックの曲だったんですけど、うん、そこから沖縄本島に渡ってきて、その早く、早弾きの曲としてアレンジされ、それが人気を博して、で、今ではもう本当にトップクラスの人気の、琉球舞踊の一つになってます。鳩間節。まあ、踊りもね、こう、勇壮というか。はいはい、男踊りでね。ね。が第3位でございます。はい。じゃあ、夏美先生の3位も教えてください。はい。せーの、ダダ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 こういうのに趣があるよねっていうのを、でそれをまた踊りで表現するっていうものなんですけど、うん、私がこれを3位に入れたのはなぜかという理由があります。何？それは、ちょうど和也さんとお仕事で県外を回るっていう公演があったんですけど、うん、まあ、その時に四季くずちを和也さん直で、うん、私踊り手でやったことがあるんですよ。そうなの？そうあれじゃないですか。もうやったんでしょう。そうそうそう。四季くずちって、まあ、私の勝手なイメージかもしれないんですけど、まあ、小さい頃によく踊るというか、子供舞踊大会とかでなんか見ることが多い。で、なんか私のイメージでは大人になったらあんまりなんか踊る機会ってないのかなって思ったんですけど、その公演上で踊ることがあって、お衣装もこう赤い、振り袖を着るんですけども、なんか若々しい気持ちに若衆の舞踊なので、そうだね、はい、その若々しい気持ちになりながら勝也さんの地方で踊ったよっていう思い出がある。そうです、思い出がある一曲です。覚えてない。覚えてないとかひどいの。覚えてない。覚えてるよ。さあ、じゃあ、第2位いこうか。はい、第2位いこう。そう、吐きませんか。花風。
花風。いやこれはですね、まあ、結構軽快な曲、リズム、アップテンポのやつを紹介してきましたけど、もうこれまたスローテンポなね、琉球、まあ、古典音楽の花風節っていう曲に合わせて、まあ、花風節っていう曲とも、サゲンジャシス系っていうね、テーンの曲があるんですけど、難しいやつがあります。その曲で踊る、これもね、叶わぬ片思いの女性の切ない、こう、舞踊なんですよね。そうですね。うん、この曲の背景は、まあ、なんていうんですか、叶わない恋って言いましたけど、どこまで言っていいのかな、ちょっとこの本妻じゃない、はいはいはい、その本当の奥さんじゃない人の、その女性の好きな相手を、うん、まあ、その船出を見送るみたいな、眼差しがね、すごい。とこですよね。はい。もう2曲目のその最後なんかは、その傘でね、その顔を隠しながら、その愛しい人の、うん、そのなんていうのかな、こう、船出というか。船出のところをこう、ひそひそと。ひそひそとこう見てる。目立ってそのね、見送っちゃいけないからっていう、この見てはこう、またこう、こう振り返りたいっていう、そのエンディングのね、所作もあるんですけど、まあ、そういう、こう、舞踊の中でも多分結構難易度高いと思います。そうですね。で、地方の三線の歌とか三線も非常にこう難易度高い曲なんですけど、やっぱこうめちゃくちゃやりがいがあるというか、もうこれが歌いたくて、琉球古典始めるっていう人もいるぐらい、もう本当にその、まあ、踊りも結構人気ですけど、その歌い手側としても非常にこうやりがいのある、琉球舞踊曲の中の一つですね。花風。まあ、見えぐしく見ぐしくっていうところを舞台に歌われる歌なんですけど、ぜひね、これもね、観光地なかなか見ることできないです。国立劇場とか、その本格的な舞台のところで、まあ、やってる一つ。ディープなね。ディープなちょっとやつなんですけど、まあ、やっぱこれをね、ぜひ沖縄舞踊をね、この好きになっていって、まあ、深い部分まで来たら、見てほしい一つなので、第2位にランクイン、はい、させておきました。はい。はい、じゃあ、夏目先生。はい。じゃあ、私の第2位です。松竹梅鶴亀。松竹梅松竹梅鶴亀。で、本当に、その、被り物っていうんですかね。やります。これちょっと映像頑張って出しましょう、じゃあ。うん、頭にこう、それぞれ自分の役のものを、乗せて踊るんですけど、まあ、これも私ちょっとエピソードがありまして、うん、8歳か、8歳 ?9 歳頃にですね、9歳その時に、私が、この松竹梅鶴亀の演目の中で亀をさせてもらったんですね。これまで、松竹梅鶴亀をやるまでは、基本的に軍部の中で、大勢でね。そう、軍部の大勢の中の中田夏実っていう感じだったんですけど、うん、この踊りに関しては、この5名で、松竹梅鶴亀で踊る中で、亀は私一人。そう、だから一人でもう完全に舞う。そうです、そうです。場面がある曲なんですよね。まあ、そこで、すごい、舞台の楽しさを感じたというか。そうそう。あとは、琉球舞踊って、あんまり舞台上で拍手をもらうっていうよりは、もう、はけた後に、舞台上ではけた後に拍手が来るっていうのが、大体多いんです。だけど、この踊りは、この歌が切れるところで、こう、ポージングというか、みんなで体型を作る。締めがあるよね。そうそう、形を作るっていうようなものがあったりするので、そこで拍手がふわーっと上がるんですよ。おー。その時に、あ、私今拍手もらってるっていうのを、この小さい私ながらに、そう、8歳ながらに、なんかすごいお客様に圧倒されたというか、うん、っていうのが私のすごい懐かしの思い出というか。最初の、このなんていうの、この拍手歓声の、そうです、気持ちよさというか、うん、その圧倒された感じを今でも覚えてるっていう。エピソードですよね。私実はクラシックバレエも長年結構やってまして、で、クラシックバレエの、そう、場合は、なんて言うんですか、ちょっとアクロバティックな技とかがあったりするし、なんか結構この舞台に演者がいる状態で拍手が起こるっていうことが、もう割かし多いんですよね。なるほどね。リューブと違って。そうそうそう。で、リューブって、なんか全然拍手もらえないなと幼き心で思っていたんですけど、もらえたから。そうそうそう。なんか覚えてるわけよね。もうお客様から拍手をいただいたっていうのが、すごい私の中でも印象に残ってる一つの演目です。いや、これはいいエピソードですね。正直、松竹梅っていうのは、そのめでたい席にやられる、まあ、その琉球舞踊も、でも結婚式とかでもね、うん、やったりすることも多いですね。第2位。第2位。ランクインしております。ありがとうございます。はい、エピソードトークもありがとうございます。さあ、じゃあ、第1位。お、いっちゃいましょう。横川さんからいきますね。はい。第1位、せーの。かなよ甘川。
さっき夏美さんの夏美先生の中でも叶えようって出ましたけど、はい、まああれと同じ曲だけどもちょっとね、さらにちょっとまたこう進化版というか進化版なんていうの、この叶えようという曲プラスその甘川島津甘川っていう曲なんですけど、早弾きの曲があってそれに乗せてこう男女のそのまあ軽快なね、はい、あのやり取りが非常にこう面白い。あの舞踊ですね、あの、まあ、舞踊もねその面白さは今から伝えてもらいますけど、でも三線の その地方地唄の世界でも結構その何て言うんですか、憧れる人がめちゃくちゃ多い演目で、あの早弾きがねその2曲目のその島地甘川っていう曲がそれこそこうなかなかこの曲も弾ける人めちゃくちゃあの少ないんですよね。めっちゃ早いですもんね。早い早い速さもありますし、その難しさもあるし、琉球舞踊の地方をするときにやっぱりこの単純にこの歌うだけじゃなくてその踊り手さんたちのその足とか動きを見ながらそれに合わせてあの速くしていったりそのノリを作っていったりするんですけど、それの難しさも早弾きの難しさもあって、でもゆえにその非常にこう地方の違いがある演目ですし、踊りがいも めちゃくちゃあると思います。そうですね、これはね本当にねぜひ見てください。楽しいですよね、はい、地元の人もねあの好きな人多いと思うし、観光で見た人たちも初見で見ても面白いと思います。あのやり取りとかもね、そうそうそう、あの試着のやり取りとかもなんかこのストーリーが見えますよね、うん、この男女で踊るお互いをこう思い合ってる愛おしさとかをなんか演劇風にちょっと表現してみたりとかもありますし、はい、なんか初めて見てもなんとなくこういう流れで、あ最後うまくいったんだなみたいなのがそう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 分かる。2人ね一緒にこう仲良くこの帰ってくるね、そう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 、叶えよう甘川ぜひこれ見てください、うん、はい、第1位です。はい、栄えある第1位。さあじゃあ次なる夏美先生の、はい、ぜひ沖縄に来たら見てほしい琉球舞踊第1位お願いします。はい、それでは栄えある第1位です。高寺漫才きたきたー。あのこれもまた先ほどの第4位の叶えようと同じなんですけど、うん、最高賞のコンクールをこう受けるときに課題曲、そうです課題曲、うん、でやっぱりこれ先ほどかずえさんがおっしゃってたみたいな、あの甘川がすごいあのみんな弾けるようになりたいっていう花形のものですっていうのがあったんですけど、うん、おそらく琉球舞踊をしてるあの方で、うん、もう漫才のこの男踊り子をすごい憧れてる人は多いと思います。なるほど、メドレーでねもういろんな曲のいろんなこの難しさもあると思いますけど、そうなんです、あの小道具もいっぱい使うんですよ、うん、あだ打ちのねもともとあだ打ちの流れでやってるので最後ちょっとまた畳みかける、そうなんです、早い曲に移ったりとかね、そういうこう曲の緩急もありますからね。そうです、地方も難しいし面白いですよ。うん、最後なんかもう攻撃しに行くっていうのがやっぱりこう目に見えて分かると思うので、勇ましさというか、あのこれは本当に私の師匠がの踊りを見て私は一目惚れをしたというか、本当になんか見ててあ殺されそうみたいな、うん、本当すごいね上手な先生とか見ると本当にこう感情移入してね、あそう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 なっちゃいますよ。でそこから好きになり踊ってさらに楽しい大好き第1位っていう感じです。はい1位まで来ましたけど、漫才1位でしたか。はい、僕らの業界では漫才って言ったりしますから、漫才って言いますね、高寺漫才という琉球舞踊、ぜひこれも見に来てあった、もうこれもなかなか観光地でそんなにサクッとやってるものではないです。これも国立劇場沖縄とかその本格的な舞台、本格的な舞台でも沖縄に来ればですね結構やってます、うんうん、国立劇場沖縄とかいろんなこの芸能ホールでやってますんで、ぜひ興味ある方あの見てみてください。本当に面白いですから、こんだけね面白い沖縄の芸能舞踊ありますので、その面白さをね少しでも伝えたいなと思って今回この回を企画したんですよ。はい、夏美先生ありがとうございます。ありがとうございました。なんか、ね、ちょっとあの今までやってきた舞台の裏側的なところもお話できたのかなと思って、そうだね私もなんか久しぶりに幼少期をこう振り返って、ああだったなこうだったなっていうのがあのワクワクしたというかまあまあぜひね、はい、あの沖縄に来たらいろいろ琉球舞踊もね、調べて、そして今日、紹介したもの、紹介したもの以外にもね、うん、たくさんあるんですよ。だからぜひね、あの本当にこう沖縄琉球舞踊で調べると、まあ、今ね出てくると思うし、あの興味がある人はねぜひ沖縄舞踊の世界、はい、入ってきてください。今日は中田夏美先生、はい、琉球舞踊家の中田夏美先生に来ていただきましたはい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。